僕は吉本さんの名前を知ったのは高校生の頃ですけど、まあ、その頃はね、僕はもっぱら柔道ばっかりやってまして、柔道スポーツ少年でですね、一方では、まあ、太宰の杉で太宰に夢中だった、そういう時期があるんですね。それで、まあ、大学を卒業して、今度は違う運動に入ったんですけど、今度は学生運動ばっかりやってましたんですけど、その時に、まあ、吉本さんが、まあ、本をしてたんで出会って、吉本さんが、太宰を好きだということをね、どっかで言って、なんか学生時代はある時期まで吉本さんと太宰っていうのは僕にはダブルイメージでですね、なんかずっとありましたね。それで大学時代、まあ精神的に学生のいろいろやってて消耗する、まあ当時の言葉で言うと消耗するって言ったんですけど、まあ、わけわかんなくなってくると思う。まあ、なんとなしに太宰の本を読んで、まあ、いろいろ慰められてた時期があったんですが、まあ、そのと思い出してるんですが、吉本さんが亡くなってね、間も、まあ、いろんな意味で何か消耗すると吉本さんの本を読んだりして、というよりはですね、まあ、その都度ね、いろんなことが起こるたびに、まあ、吉本の本を思い浮かんでくるというような形で読んでたんです。まあ、今日皆さんここに配ったのはですね、ちょっと吉本興の現在が、まあ、戦争ということだったので、僕はちょっと共同幻想論の話について、僕なり の吉本さんの方に含めてちょっとお話できたらというふうに思ってたことがあって、まあ、以前に、その吉本興のこのレジュメを自分 のファイルからですね、吉本について何かやった報告の分の一部があったので、まあ、ちょっと参考になるかと思って今日もね、これ出してみたわけです。で、まあ、ここについての話も部分的に触れますけど、このレジュメに沿って話をするというわけじゃないので、参考程度に見てください。で、で話はですね、ちょっと今日の話からちょっとその、ウクライナのね、ソ連の、まあ、ウクライナへの侵攻という話からちょっと話したいんですけど、あれを見ててね、まあ、よく分かるといえば分かるし、分からないといえば分からないということが今あるんですね。で、僕らがどういうふうにあれを理解したらいいのか、どういうふうに分析したらいいのかなというふうに思ってるわけですね。で、まあ、確かにウクライナの危機に対して、プーチンが言ってたことは、要するに NATO が拡大してきて、ソ連の安全保障が危機になるという、まあ、それを進行しているという言い分であり、で、まあ、アメリカや、ね、プーチンの、ヨーロッパの方は、要するにウクライナのへのソ連の侵攻である、侵攻があるんだというような形で言ってて、それはまあ理由のないことだというか、ソ連の一方的な攻撃だという形になってて、で、陸から言えばやっぱりまあプーチンの方にいくつかの問題があるんだろうな、主要に問題があるんだろうなというふうに思いますし、アメリカの方から見ればですね、これはバイデンがやっぱり政治した時に彼はまあアメリカの民主主義を回復するというふうに再び言ったけど、なんだこの民主主義はというふうに思ったんだけど、結局はアメリカの民主主義ってやっぱり戦争と戦対外的な戦争と一体になっている民主主義なんだなという、要するにそういう意味ではトランプからの民主主義の擁護というか奪還という時で彼の言ったのはね、これはやっぱり戦後アメリカの戦後民主主義なんだけど、やっぱり問題あるんだよなというふうに思ったんですけど、まあ、それに対してプーチンが要するに、まあ、ソ連の体制を守るという形で出ている、そういうものにどこかで対応してて、これはやっぱり そういうプーチンの動きと、まあ、ある面でその
バイデンの人がどこかでこうしてるんだろうなという形で、僕らにはまあ核兵器があるから、おそらく第二次、まあ、第世界大戦もね、世界戦争は起こらないだろうという、まあ、ある面ではそういうことは持っているわけですけど、部分的には米ソがその世界戦争を第二次戦争という形で繰り返していることの延長上にある問題なんだなというふうに思ったりしてるわけですけど、そのことを通してね、一体何がここで問題なんだろうなっていうふうに思ったときに、でどこがやっぱり限界なんだろうなと思って、いや僕は割と単純にですね、やはりプーチンのロシアにおける支配体制の危機ということが一番根本にあるんじゃないかなというか、その恐怖というものがやっぱり戦争を導いてるんだろうなと。だから多分彼が言う NATO が拡大してくるからそのソ連が危機なんだということ自体がね、多分政治的には一般に流通するその用語なんで表現なんだろうけど、多分ロシア国民にとってはそういうような意味での危機感はないんだ、ないというところに一番この問題はやっぱり根本的な形で行方が多分見られる問題だろうなというふうなことをちょっと僕は思ってたんですね。でこれ見ながらですね、遠い昔に僕は母親にですね、戦争中に僕の母親たちが戦前はカナダにいたんですが、カナダに、まあ、いて日本へもう追い詰められて帰ってきたんですけど、この時にね、持ってた金属とかいろんなものがあったんだけど、全部供出しちゃったっていう母親が言ってたんでね、で、なんでそんなバカなことしたんだっていう話をしたらね、ともかく自分たちは戦争に負けたらね、全部殺されるとか、ね、奴隷にされるっていうふうに思ってたんだっていうね、で、ああ、で、こういう、で、これは、対外的な経験があって、そういう閉鎖的な感覚からかなり解放されてるな、なるほどなと思ってた母親や父親だって、やっぱりそういうような感じを持ってた、まあ、外国で結構圧迫されたってこともあったんだけど、そういうことを思ってね、えっと思っていたことがありましたし、それからこれは沖縄のね、行ったときに、チリチリガマっていうところで集団自決したことがありますね。で、あの時に、なんでその集団自決したんだって言ったら、やっぱりあれはその中にいた看護婦さんみたいな人がいて、上海でも戦争体験があってね、占領された後のかなり強烈なそのね、殺された人があって、占領されたら、まあ、殺されるとか死ぬとかっていう、そういうものがですね、かなり強固に支配してね、それくらいよりは自決した方がというような形がなったと。でもう一方で沖縄で同じように大きい釜があるんですけどね、ここは集団自決する前に2人ぐらいの人が、まあ、軍人にかなりいじめられたんだけど、出てきてアメリカで、交渉したんですね。で、これはだから集団自決しなかった。で、この人はね、ハワイの時の体験があって、その占領されたところで、そういう、みんなね、無残殺しになる、なんとか交渉すればなるということで、行ったという時があって、と思って、戦争のことを考えたのね。で、今日のまあその話の冒頭にですね、もこういう話をした時に、僕はそういう話はですね、吉本さんのその共同幻想論を、思い出して、で共同幻想論 の最初の近世論というのがね、要するに人々の恐怖の共同性というか、そういうものをその組織、そこから共同幻想って共同意識が成立するという、そういうものを書いてるわけですね。で、あれは要するにその、タブーというか、が山の神とか山のに人に食われたとか、山の人に恐怖にあったとか、山人にあったということを阻止しているわけですけど、それは結局その村落から村の人たちが出るというか、自由に出たりですね、行ったりすることに対するですね、まあ憧れとか
そういう希望があって、まあ、実際いろいろ聞いたわけでしょうね。でそのことに対してその地域の共同性が教区を統治して、はい、教区を統治して、この貧しさからそういうその地域の外から出ることに対する恐怖を措置してですね、でこれがいわばこの共同幻想の最初 その基盤できていたんだ。おそらく共同幻想 その一つの形成の背後にそういう恐怖の共同性みたいなものが成立しているんだろうなというので、これをまずやっぱり支配権力が作り出していくんだろうなというふうにあってですね、でそういうことはやっぱり戦争なんだよなって、戦争の話にはそういうものがやっぱりあるんだなっていうようなことを考えてですね、これはあの 9.11 の時にね、アメリカは前ぐらいにですね、まあ、あのビルでのバーンと爆撃した時の衝撃っていうやつをね、前ぐらいにあの恐怖の共同性にですね、まあ不調した。でこれは戦争だというふうに言ったわけですね。でこれはここにまあ、当時 なんていうのか、あのブッシュ政権の問題があったわけです。であれは戦争じゃなくて、基本的にはああいう攻撃っていうのは一種の政敵攻撃であって、あの戦争という国家間 の、ね、あの組織ではないんであって、でそういう形では ないんだよ。でそれをやっぱりあの今言ってみれば、あれは警察が対応する治安的事件みたいな感じで解決しなきゃいけない問題なんだということに関してですね、あれはやっぱり戦争にまで持っていったということが、イラク戦争やアフガン戦争へ至るですね、ブッシュ戦争の国家、まあ、問題だったわけですね。で、まあ、僕はこうそういうことを歴史の中のテロリズムということで書いたんですけども、あの その時に それをなぜそうしたんだったら、その恐怖の共同性というか、あこで起こった危機感ですね、うまい具合にこの、まあ、イスラムファシズムというふうな形でアメリカの現地の人たちはそれを組織したわけですね。僕も言ってるけど、あの何年か後にあの現地行った時に、現地で救治所に行った時にですね、現地の人たちでそのなんていうのか、イスラムイラク戦争反対派と賛成派がこうおわずりやりやってて、統一記念日ね、その後の跡地でやっていたのを見たんですけど、一方の人たちは、あれはイスラムファシズムだっていうね、イスラムはどうするんだっていう、そういう、まあ、言ってて対応してるわけでね。で、その根底にはですね、やっぱりあれが、あの事件が、やっぱりその、正体不明の、で誰もが、普通だったら、まあ、あれはその、テロリストでもいいですけど、あの襲撃したグループがね、政治生命でもですね、俺がやったんだとね、いうふうに言うわけですけど、言わなかったでね、明らかにしなかった、ね、だから正体不明のそういうところからやってくる危機感というものがあってですね、この危機をうまい具合にこの共同性をですね、あの戦争だというふうにね、イスラム主義持っていたのがこう多分当時のあれで、で僕はまあ吉本さんがあの恐怖の共同性というのは金銭を持っていくということで、支配者というのはやっぱりそういう形で政治権力がやっぱり戦争を阻止している時の根源にやっぱりあるんだろうなというふうに思ってて、今回の場合どういう形でそのプーチンがそうしろあの恐怖を阻止しているんだろうか、でその恐怖にね、おそらく基盤があるのかどうか、必然性があるのか、幻想であれなんであれで必然性があるのかどうかね、でこれはどこまで存続するものなのかということをちょっとこう見極めてみたい。だからヨーロッパの人たちのまあその動きというものと、ウクライナの人たちももちろん動きがあるわけです。そういう動きとね、でこれに対してあのソビエトがロシアが持ってる危機の問題とのことを考えてて、やっぱりこれはやっぱりロシア革命とロシア政権のそのものをやっぱり統治問題とか政治的な統治問題のというに問題があって、ここから発生の危機に対してですね、やはり戦争という形で問題をやっぱり解決していく以外に手がないところへ多分プーチンが追い詰められているんだろうな。でこの問題も多分あの中国と台湾の問題にまでおそらく提供できるとき、中国にとって台湾とは何かって、台湾問題はどんな形で存在するのかといった形をね、きちっと分析僕らが見ていってですね、そのもの基質を見極めていく上でもやっぱり非常に大事になるんじゃないかと。で多分僕は
僕のこの予想はやっぱりプーチンは非常にウクライナで一種の政治的危機によってね、国民的統合力を強めるというか、政治権力を強めるという形をね、やるんだけど、これは本当に賭けに近いんじゃないかというか、で多分ね、その反動というか、そこから来るですね、ロシア国民の中の反動動きは多分これを決するだろう、決めるだろうというふうに思うんだけど、これに関してはやっぱりかなりですね、プーチンの力ってそんなに永続的なものではないだろうな、おそらくこの問題は、そこのところで中国の習近平のね、政治力といったものとやっぱり対応していくんだろうなというふうに見てですね、いますので、そういうところで実はですね、共同元素論をちらっと読みながらね、共同の例えば金星論のところを読みながらね、で吉本さんってそんなふうに、共同元素論のことを読んできたんですよ。でそんなふうに読みながらですね、その時の僕らのとっても思考というかものを考える時のですね、重要な要素としてこの共同元素論はね、一つの体系的に世界を分析するっていうか理解するという意味では非常に難しい本なんですけども、その書かれた断片断片にね、すごいこういろんなものを見るんですね、分析が資格があってね。でこれはだからそんな風に吉本さんの本をですね、読んできて共同元素論もそんな風に読んできたんですという風な話をちょっとしたかったんですね。でその中でですね、共同元素論でちょっと今日わざわざ三島さんの話をちょっと引っ張り出したのがね、三島由紀夫の話をで僕はどうもいくらか読んでてもね、どうもちょっとわからないのは、彼がなんで文化概念を持ってきたのかっていうのがよく分からなかったんですけど、これはあるところで三島由紀夫がその吉本の共同元素でですね、こちらと書いてるんですけど、面白かったと書いてるんで、彼はそれを文化天皇制の概念にという時にね、文化概念としての天皇というものに引っ張ってきたということもちろん説明してないわけないですけど、彼はですね、政治的にはずっと橋川さんの民主論、橋川さんの政治的なね、そうずっと割と頼りにしてというか政治分析やったので、そこに文化概念をバンと取ってきたのは、あれ吉本のやっぱり共同元素論の影響なんだろうなというふうに僕は読んだんですね。でつまりね、国家というものを分析するときにどうしても当時の国家論というのは、左右の国家論があったわけですけども、国家論自身の発想の中にある限界みたいなものに対して、吉本さんが共同元素論を言っているときに、共同元素って言っているときには、共同元素って国家っていうのは共同元素の一つの対応として取り出しているけどね、国家論自身として取り出しているわけじゃない、もっと広い視野で国家を超えた形で人間のですね、共同意識の世界の問題をやっぱり書いてるんだ、対象にしてるんだということを言ってるわけですね。でその時に多分文化っていう概念がとても重要なんじゃないかっていうことを、吉本さんは文化っていうことを言わなかったんですけど、共同元素っていう概念の中に文化っていう概念を含めてたんだと思うんですね。でそれをやっぱり三島もちょっとパクってですね、文化っていう概念を前からこう取り込んだんじゃないかということで、でそうすると三島が言ってた共同性の問題や天皇性の問題や戦争の問題も多分いろいろ違った理解に出るんだろうな。でこれは、ね、僕がその戦争論をですね、戦争についてずっと考えた時どうもなったか納得いかねえっていうのは、一つはやっぱりその帝国主義論でいうね、帝国主義戦争っていうのが僕らの時代な、もう前提的な考え方っていうか一番ね基本中の基本のようなだったわけですね。だけどこれはちょっとね納得いかないなところがあるというふうに思ったんで、これは経済的な市場競争をめぐってね、国家が帝国主義は資本主義が国家間で戦争をやるんだっていうのがこれ第一だけど、世界史的なレーニンの帝国戦争論がずっと流行ってたわけです。でもう一方で帝国戦争批判というでもこれはあったわけですけども、これに対してですね、戦争っていうのは
どうもそうじゃないって、それは一部なんじゃないかって、もっとやっぱりこれそうすると政治権力の欲望、政治権力の欲望というか政治権力の衝動というか、そういう側面がどうしてもあるんじゃないかということで、レーニン国家論を超えた形で戦争の理解をしなくちゃいけないというふうなことがあったりしてですね。で、まあこれここでも紙なんで、フロイトもアインシュタインとのその感覚で戦争についてね、あれはその人間の欲、戦争に対する戦う欲望であって文化の問題だって、で人間の戦う欲望といったものをね、他者を支配する欲望といったものが解放されていくね、人間の文化とか成熟すればね、戦争はやっぱり終わるだろうと、そこ以外戦争の解決はないみたいなことを書いてるんですけども、そうすると戦争っていうのは単に国家間の経済的な対立に還元されないで、もうちょっと違った視野から戦争を考えていくときね、いろいろあってですね、そこの中に一つの幻想論があったんだなというふうな考えで、まあそういうことにも導き出るとなったんですけど、まあそういう理解の中でね、吉本さんとの共同で、吉本さんの共同幻想論自身がですね、実はやっぱり戦争に対する体験批判というか、戦争、帝国主論戦争に対して、まあ吉本さんの場合には侵略戦争論だけのですね、侵略戦争を否定はできないけれども、侵略戦争論の中に書かれていた帝国主義戦争論という最後の戦争史観に対するですね、ちょっとした疑問があってね、あらゆる戦争は反対だという考え方が必要なんじゃないかというのは吉本さんは感じるんだろうと思うんですが、そのことからやっぱりそういう最後の戦争論に対する批判をやっぱりやっていて、そういうことの中でずっと国家の問題を考えたときに、まあ共同幻想論に至りついた、共同幻想的な考え方に至りついた一つのね、戦争の原因について理解があったわけですね。で、おそらく三島さんは逆の意味で、おそらく最後までですね、戦争の問題に対して肯定できなかった、否定できなかったということが、おそらく決定的な問題だったわけですが、で、この問題はね、僕自身は現代の問題と突き詰めていくとですね、どういう形で問題になるのかっていうのを書いていくとですね、まあそういう中でその戦争の問題を考えていて、その意味で吉本さんのなんか戦争の問題を共同幻想論で戦争の問題を書いたんだな、あるいは戦争の問題から共同幻想の問題をやっぱり理解しようとしていろいろ突き詰めてきたんだなっていうところが分かったんですけど、僕らがやってくるってこと、戦争反対論っていうのは、要するに最悪の戦争反対論っていうのはずっとやってきたわけですけど、どうもうまい具合に結びつかないというかね、どうも波長が合わないので、吉本さん使い切れないという、そういうことをずっとやってたわけですね。ですから僕は大衆的な反戦闘争をやってたり、最悪の領土をやってたりしようかったんだけど、ほとんど少数派ですから、ほとんど言葉が通じないような感じなんですね、ところであってですね。で、要するに僕ら当時の清掃室の中で言う、統一グループの中で言うと、お前に言ってることは分かんねえって言われて、ね、ずっと蹴飛ばされちゃうので、なかなか議論になりえないというような話なんですね。最近ですね、出した佐藤勝が、池上明が出しちゃってですね、激動の再復興ということで、60年から70、73年ぐらいまでの、最悪の歴史を分析して、なんか面白い本なんですけどね。で、これ読んでてもね、ちょっと不満というわけじゃないんだけど、ちょっと違うなと思ったのは、他はよくできたんだけど、フォローされてないなって、その新政府の中でね、吉本派の影響というか、まあ僕らで言うと独立派なんですけど、まあ新政府なんてね、影響は全然触れられてないと。ね、で、これはまあ佐藤さんの、僕の見解の違いなんてある程度あるんだけど、まあじゃあ僕らが華僑堂系のグループやいろんなグループに対してね、あれは新左翼だけど左翼じゃねえよって言ったら旧左翼だよなというふうに思ってたっていうことの中には、その根本的に追い詰めていくとやっぱりマルクシーの問題があってね、マルクシーの政治観ということなんですけど、開国思想の中で、でその開国思想の中でやっぱり一番欠けていたのが、幻想に対する理解、あるいは観念に対する観念的な損害というか、その中における宗教観念の理解といった問題が一番根本にあってね、
で、この問題が、例年主義のここからの一番批判だというところで、最初にそれに口火をつけたのが三浦宗さんだと思うんですけど、三浦さんから吉本へ の啓蒙の中でね、要するに国家概念を左翼の政治国家概念というと、これは政治概念ですね、政治革命の概念なんです。で、国家概念をやっぱり基本的に変えるという、そういうものへ の批判というのが吉本さんの中に出てきてて、でこれがものすごく僕らには大きな影響を受けたわけですけど、だけどこれをですね、その当時 その左翼運動の中で展開しようとすると全然通じないというか、でこの話のならないですね、議論にならない場所みたいなところでこうあるわけですね。でだから左翼の議論というのはもう、それはまあレーニンの政治革命論で、全部一貫していることで、これかなり総合的な体系なんですけど、レーニンが言っているようにマルクシーの中の、まあ、3つの源泉で言ってるわけですけど、要するにね、経済思想のイギリスの国民経済学の思想をね、とそれからはドイツの関連論哲学で、フランスの政治思想をみんな総合したのがマルシーでというふうにこう言ってるわけですね。だけど待てよとね、レーニンのその体系したマルシーの中にはね、経済思想は、まあ、これも問題あるんですけど、まあ、ともかくて、レーニンの哲学のとも含めて、レーニンの哲学の問題と、レーニンのその政治層の問題が非常に問題があるというふうに僕らは思ってて、でとりわけそれが政治思想観の中で非常に問題なんだよなということが問題になったわけですね。でだからこれが当時から言うと暴力革命によってプロレタリア独裁を提起するという今の政治革命のビジョンなんですが、これはやっぱりね、やっぱり空論に近いんだ、やっぱり空論なんだよねって、なんだというふうに僕は直感したところがあったんですけど、どうもこれはやっぱり問題があって、でこれは結果的には専制権力しか生み出さないという、まあ、今の中国の問題もそうなんですけど、ここに秘訣があるんですけど、この問題はね、これまあいろいろことで問題なんだけど、この問題に対して、いや違う形で回答を出そうとしたのがやっぱり吉本さんの共同幻想論だったわけですね。で共同幻想論をそういう幻想を含めた人間の本質から、まあ、解こうとして書いたわけです。でこれは全然通用しなかったっていうんで、これこの問題なんだろうなっていうふうに思ってきてですね、でこれ一番、まあ、最後のことでこの、僕自身の体験から言うと、69年、8年というのがありますね、例の新宿闘争やった時ですね。で僕らも新宿闘争が、まあ、60年代の頂点の闘争だったんだけど、闘争を巡ってですね、実は当時とした文道系の中で僕ら大論争をやったんですね。で、というのはあれはですね、延長上で僕ら当然新宿闘争をやるという前提で組んでたんですけど、だけど反対が出てきてですね、その前のあれは新宿の線路嵐みたいなもんだから、あれはやっぱり逸脱者闘争だっていうんで、だからちょっと他のとこやろうということを言うグループが出てきたんですね。で要するに評価をめぐってですね、定まらなかったんで、これはもっと言うと60年代の後半の羽田闘争が始まった外郭ゲバラ闘争の反戦闘争自体の評価が、まあここでいくつも頂点に行くわけですよね。評価しなかったらどういうようなものでしてね、でいうことをまあ象徴しているわけですけど、その時になんで評価しきれなかったのかっていうんで、僕自体もこれ戸惑ってる。でもまあ僕ら新宿に行こうというグループでね、で、その時はまだ反旗派で作ってなかったんですけど、反旗派のグループがかなり力を持ってた、中大グループとか三党が持ってたこのグループと対立したんですけど、だから全国的には少数派ですから、まあ政治局いろんなことで抑え込まれて、それで結局防衛庁へということになったんですけど、まあそれはそれでいいんですけども、その後の闘争がね、なんでああいう闘争になったんだろうといったことになって、まあそれはその後経緯は言いませんけど、まあ接近犯も出てきて、ああいう暴力闘争みたいな、ああいう接近のね、放棄の闘争で、でこれに対するわけですけど、でその背後にあったのはやっぱり一番その方針が間違ったというより、やっぱり時代の反戦闘争の動きやですね、政治闘争の動き自体をね、やっぱり前は理解できなかったんじゃないか、なぜかって理解できなかったんじゃないかっていう
そういうものがあるわけですね。で、その問題は、僕ちょっと考えたんですが、反省してるんですよね。どうもやっぱりこの意識の問題っていうか、あのことで起こった一番の問題はですね、別に政治的にその権力奪取に近づいたとかですね、権力暴力にね、封鎖運動に近づいたとか、なんか評価ではなくてですね、やっぱり広い意味で言えば、国民の政治的意識っていうか、国民だけの政治的意識をいろんな意味で変わったって、変えたっていうような意味で、60年から70年の闘争があって、その戦術形態や運動形態の中で の闘争というよりもね、そこを通して、やっぱり人々の意識がどう変わったのか、変えたのか、変わったのかというところで、やはり非常に革命的であるかどうか、あの時代の非常に特徴的などうだったのかという、総括を主張できなかった。で、ある意味はそういう形でそれを受け継いで発展させていくというのはできなかったということがあるんだろうなというふうに思ったんですけど、そういう問題を、ね、考えると、やっぱりマルクシーの中における意識の問題というのは、やっぱり有存的思考というのは、やっぱりかなり問題だったんだよな、欠陥があったんじゃないかというふうに思ったりするんですね。で、で吉本さんがこれをね、幻想論を書いたということの動機と、で幻想論の背後にあった問題は何だろうかというと、やっぱりロシアと第一次大戦後、日本でマルクシーが入るんですが、入るときにですね、唯物論と関連論の議論というのは哲学的にはすごくあるわけですね。で、そこの中でですね、意識の問題っていう、唯物論的思考っていうのは、意識の問題をどう扱ったかっていうことの問題になるわけです。で、これは後に吉本さんがフーコーとの対談で、意志論をどう扱ったかっていった問題で、まあ、あるわけですけど、マルクシーはその意志論を、まあ、始末してしまったっていう、まあ、意識の問題を始末してしまったっていう。で、だからそれはそのマルクスの中では初期の段階の展開としてあったんだけど、残されてしまったんだというような形で、まあ、それを絶望というのが、吉野さんの時代は言ってるわけですけど、この問題はね、実は大正時代にですけども、まあ、日本でマルクシーがこう入っていた時にいろんな論争があるわけですね。アナボル論争もあったし、いろんな論争があったわけです。で、これは主にね、プロレテリア文学派の中で起こった論争、プロレテリア文学にいかなかった新感覚派の連中というのがいるわけです。で、これは横光理事とか川端流星とか でそのちょっと左にですね、まあ、伊藤正もいたわけですけど、これのこの連中はどこを頼りにしているかというと、当時のフランスのですね、1920年代の初期の、10年の初期のフランスのですね、文化革命派というのがいたわけですね。で、この連中はフランスでですね、一番最終的にはシュールレアリストになっていくわけで、グループになっていくわけですけど、そのフランス文学の中で、要するに、まあ、ジェームス・ジョイスの、ユリシーズが初めてね、あとで2020年代にフランスで、翻訳されるとか、アレチがね、エルフのアレチがあそこで保管されるとか、いろいろ動きがあったわけですね。で、もちろんここにはヘミングウェイがいたり、若い人のヘンリー・ミラーが放浪してたりしたら、フランスの文学、フランスがその大大戦後の文化革命といったものを担っていた時点で、これは意識的にマルクシーの問題を、意識的な領域の問題をかなり重要して扱っていたわけです。で、後にだからこれ、トロツキーと、まあ、アンベルドンが、シューレーズの連中がね、組んで排除されていくわけですけど、でこれに対して、まあ、もう一つそのドイツではルカーチたちが中心にマルクシーの旗の下にという形でドイツ関連論のですね、マルクシー的な展開があるわけですね。でこのグループと、まあ、ロシア構成主義という3つのグループがですね、第一次大戦後の世界のですね、文化革命なので、マルクシーをそれぞれどう受け止めたかということの中に起きる3つのグループがあって、その中で日本の中でも、まあ言ってみれば横光理事や新感覚派の連中で、その時にですね、ちょっと近いところで若いの、まあ、その後二部隊派の作家が田村泰次郎っていうのがいるんですけど、彼が若い頃はですね、まあ左翼進化でパリハルって言っていたんですけど、そういう雑誌を出して、そういう意識の革命といったものをかなり考えていたグループがあるわけですね。で、これとの影響でプロレテリア文学派の中で、いや俺たちこそがそのマルクシーの革
革命思想を受け継ぐその作家だっていうので、プロレタリア文学と、まあ、あのやり合ってる部分があったんですけど、でこの影響まで小林陵がね、多分あのマルクシーンの問題に関して、マルクシーンの中で意識がね、意識は尊化された意識であるということを、まあ、そのまま取ってですね、意識は意識だと、マルクシーンの言っている唯物論というのは、要するに現実意識のことなんだという形でですね、関連の意識に対して現実意識の問題だという形で捉えてですね、その現実意識と意識自体を、生産した形でですね、違う形で、あの意識の問題を曖昧にした形で、そのプロレタリア物質的な解放、プロレタリア観点、唯物史観的な思考等ですね、決定したあったわけですね。でこのだから吉本さんが小林陵のことを評価して、ルートとしての流れの中には、そういう幻想論の中の歴史があったんだろうなというふうに思ってるんだけど、でそういう中でですね、僕らはやっぱり、運動の再現の中で、やはりそういう意識の長い動き自体を、共同幻想の動きの中で、やっぱりこう、その、69年のことをやっぱり六ちゃんのことを理解できなかったな、でそれを理解してれば運動形態の問題だけじゃなくてですね、まああの時には新宿で一方で騒乱があれば一方で新宿のね、あの地下でまあ抗議ゲリラみたいなのもあったわけですけど、全体としてのね、そういう運動形態の向こうに向いている人々の意識の動きのね、問題性とか現代性とは何かといったことをやっぱりちゃんと理解した上でこれをつないでいくっていうような形の理解にまで到達できなかったというところがやっぱりあるんだな。で多分それは50年経ってですね、今最近もそうですけど、左翼の側からですね、連合赤軍事件の総括とか50周年でね、総括しようって言って一向に面白いものが出てこないと、なんか全然つまんねえというか、文字型のですね、政治業界しか出てこない。でこんなことをやったって言ったってね、多分きっと後世に残るものは多分出てこないだろうなというふうに思っちゃうのはね、まあ言ってみれば死後になった記号の羅列を読んでるみたいな感じでしかね、読めないだろうな後世にというふうな総括しか出てこない。でその理由もやっぱり共同幻想という概念をやっぱりまあ多くはものすごく理解できなかったな。でだから共同幻想論の理解もね、なかなかそんなにうまくいかなかったなという。でその背後にはものすごくそういう言ってみりゃ政治についての理解でも政治関連でもマルクス的な理解に支配されてて、でそれは最根底から言えば幻想という概念から始まってね、で政治の理解まで至らなきゃいけないという、そういう理解の方法でですね、どうもそのいけなかったなといった問題があったわけです。で僕はそういう意味で吉本さんの共同幻想論から随分学びながら、でも実際吉本さんにはですね、政権を随分援助してもらったりとか、いろんな形で僕らの党派を支援してもらったりとか、ね、まあ、もちろんその吉本さんには支援という意識はなかったんです。とりあえず義理した形でね、変わったわけですね。そういう形で持ちながら吉本さん自体が提示したのかよ、本当の意味では理解できたのかなといったことを、まあ、反省しながらですね、まあ、こう改めて吉本のね、本を読み直しているというか、そんなことがあるんですね。で、まあ、そういう中でですね、共同幻想論の中で吉本さんがやっぱり今日の話は戦争の問題だっていうことになったけど、始まってやっぱり戦争の問題にずっとこだわって問題なんだろうなっていうことで、ちなんで言えばですね、まあ最近死んだ立花隆さんがね、やっぱり最後にこだわってたのが戦争だったということで、こだわった、ああそうかと言って思ったんですが、やっぱり吉本もずっと戦争の問題だった、これは三島もそうだったんだろうなというふうに思って、でその戦争の問題っていうのはやっぱり共同幻想の問題なんだよっていうのをことで言えば、やっぱり恐怖の共同幻想を権力がどのように支配するかということで、支配権力を持っていくという支配権力のやっぱり問題なんだなというか、権力のありようの問題なんだという形なんですけども、これはね、まあ、先ほど恐怖の共同幻想を閉じた時も言いましたけど、明治維新の時にですね、この維新の志士たちのバイブルになった新論というのがあるんだよね、相沢正史が書いてる。
で、これがね、何を言ってるかというとですね、その上位というかね、いうことの機関の背後にはね、彼はね、勝手に開国したらね、国民はね、自由にね、交換してね、彼ら自体はね、おそらく武士階級の支配をね、ないがしろするというか、武士階級の、なんていうのか、権力をね、多分ね、無視するだろうっていうね、かなり危機感があったんですね。だからそれは同じね、あの開国の時期に、まあ、政府がこのいろんなヨーロッパの交渉をしているというのとね、だから漂流した人たちをどのようにね、日本国民が扱ったかっていうのがあるんですね。で、手厚く扱ってるわけです。で、割と自由に扱ってるんですね。で、この問題に対してね、当時の支配階級はね、国家間の交流っていうか、そういう問題がね、及ぼし、自分の対する支配の機関ですね、これがやっぱりかなり強烈にですね、尊王攘夷の思想の中にあって、で、尊王攘夷のその思想、その思想がね、多分ね、僕は陸軍というか、戦後の軍官僚になるにね、おそらく武士官僚から近代官僚へ受け継がれた、その近代官僚の、その一番典型軍官僚だ、一番中の軍官僚だから、彼らがですね、そういう機関を抱いてですね、戦争をやっぱりやったんじゃないかっていう、こういうことを考えて、おそらく戦争についての士官といったものについてですね、違った視点でね、出せばいいんじゃないかっていうようなことを考えた人ですね。で、どうもね、そうすると、戦争っていうのは、その、もう、戦争とね、なんでそうかっていうと、日本の、天皇、そういう問題を考えたときにね、やはり、なんでその、あれになったかというと、やっぱり最終的にはね、軍の政治というか軍の政治ということがあって、でおそらくね、今言われている独裁政治とか軍政とか支配というようなものは必ずやっぱり一定程度ですね、権威による支配というか軍事の支配、軍の政治という軍の政治というだからいうものはね、やっぱり基本的にですね、自由とか民主主義とは相容れないで、基本的に対応するんじゃないかっていう、で、自由や民主主義というのは基本的にはね、難しいものではなくて、簡単に言えば自由による、討議によるね、討論による、討議によってものを決めていくというね、で、その討議の過程とですね、結末に至るプロセスがものすごく民主主義であって、で、今はみんな誰もが民主主義を聞いたとか民主とか言うけれどもね、要するにそれの基本的にはやっぱり統治、権威による統治というか力による統治というのはもちろん権威による統治なんですけど、で、それの背後にはやっぱり軍というものが、軍の政治というものがね、出てくる。で、その軍の政治を落とすのは、恐怖の共同性というものをやっぱり組織していく国家の権力の問題があってですね。で、国家の権力がやっぱり危機において、それをうまいまで組織していく、その時に必ずそういうものが出てくるという、これに関してね、やっぱり、僕らが左翼革命にないように、これは、かつてのようなね、権力の支配といったものはそういう形で出てくるといったことに対してですね、自由な討議とやっぱりそれによって民主を維持する権威による支配といったものを排除していく。でも権威による支配というのはもちろんもう日本では官僚支配というのは背後にあるわけですけども、天皇の支配というのは要するに、戦前にね、天皇統治といったものが国体ということで言われたわけですけど、だからよく分かんなかった、当時分かんなかったんだよね、天皇統治って何が、何のことを指してるのかと。で、よく言って、それはでも誰も分かっていることは、軍の統治ってな、軍の政治というか、いや、これは天皇の統治といったものがどうしても必要だったというか、そういう権威による支配ですよね。で、要するに民主的な統治っていうのは、やっぱり軍の政治に合わないわけですよね、軍のね。で、こういう問題がやっぱり根本的にあって、で、そういう意味で近代では軍をね、国家が政治がどのようにコントロールするかということがあったわけですが、で、おそらく民主主義国家ではシビアコントロールが言われたけど、これは程度の問題であってね、で、当時のその民主主義といった国家も結局は軍事にかなり力を与えたわけですよね。で、それがまあ戦後にも残ったわけですが、で、こういう問題の中でですね、まあ当時のファッション国家という軍は要するにそういう軍の政治というか権威による統治といったものを、まあ
ある面では強化するということによって戦争に対処する、あるいはそのことによって自己権力を強化していくという方法を取ったということがあるわけです。でこれは現代の中国や現代のソ連の動きを見ててもちゃんとそういう分析をできるんじゃないか。でこれに対してやはり基本的にやっぱり国民がね、それに隷属するんじゃなくて、ナショナルじゃなくてですね、自立した形で自分の政治意思をちゃんと表現して対応していくということが最終的には力になるわけです。最終的にはそれしか解決の方法はないだろうと思ってるんですが、そういうことをですね、考えているときに、やっぱり共同幻想論を一緒に提示して共同幻想から出していくっていうか、それはやっぱりこうありふれたですね、人々のその共同意見や権威にね従ってそれに連続していくっていう、これは日本のむしろ文化ではないかっていうね、文化ではないのかっていうようなことに対してですね、要するに戦争中に戦いこそは文化だっていう、戦いは文化の母だと言ったけどね、それは実は本当はそういう問題じゃないかといったことをやはり提起してですね、いた問題がやっぱりあって、それでそういう問題に対してやっぱり我々がそのノンといったことの問題はね、60年から60年南北闘争なんかもいわゆる革命的な暴力闘争、革命的な闘争というよりはやはり国民のなんていうのかな、まあ当時は民主でもいい、何でもいいんですけど、自由でもいいんですけど、そういうものじゃなくて自分の権は自分で言うとかね、人の隷属しないといった、そういうありふれたですね共同幻想の初歩にある隷属と支配とね、権威と隷属といったものに対して反抗したといったことから始まったんですね。僕じゃなくて、そのそういうことをね、ちゃんと歴史的にそういうことの意味というか、ことをですね、共同幻想を含めて体系化してですね、それに対する戦いの方法をね、やっぱり定義できしきれなかったって問題が現在もあると思うんですけど、そういう問題を定義すればいいかなというのも私のね。で、こういう問題がね、僕は、吉本さんの共同幻想論でずっとこういう問題を書いていくとね、最終的に吉本さんがどこへどういう問題にぶつかったのかなっていうことを思っているとね、やっぱりこう文化、戦争側やそういう政治の問題を狭い政治的文脈じゃなくて文化の問題という視点まで考えてですね、文化における問題というまでとやっぱり重要な問題で、文化の問題なんじゃないかっていう、文化っていうのはやっぱり銃の問題であって、そのことの土壌が政治のいろんな問題も決めていくんだよなといった問題に関してね、考えて、行かなきゃいけないなというふうに思ったりしてるんですが、その時にね、その銃の問題っていうのは、まあこれ法の問題でもいいわけですけど、ヨーロッパだとキリスト教の背景があるわけですから、まあ例えばカントがね、法は法の支配だという言い方をしますよね。で、それはやっぱり法はやっぱり人間の支配から、支配の政治から、政治をね、人間の支配から政治、法の支配へという形で考えたときに、一つの非常に画期的な転換があるわけですね。で、これは自由の表現だったわけですけど、でその時にね、日本ではね、例えば、法による支配と法の支配ということがありますね。で、法による支配というのは、法というのは、統治するためのいろんな合理的な基準ではあるけれども、ね、何かね、それはあくまで統治のための道具なんですね。権力や支配のための道具なんですね。天皇のためでもいいです、君主のためで。中国では伝統的に皇家の思想って、伝家の思想っていうんですけど、皇家だけ伝家っていうんですけど、伝家の思想があるわけね。これは秦の始皇帝の時から始まっているわけで、これはですね、法による支配なんですね。で、これはだからあくまで、これはヘーゲルが言う、ヘーゲル的に言えばね、アジア、東洋では専制君主だけが自由だったって、あるいは貴族層だけが自由であったということも自由であってね、本質的には自由に裏付けられたものではないわけですね。それにより法の支配というのはね、法自体が支配するという自由というね、そういうものであるわけです。だけどこれはね、非常に有効な法、日本の戦前はまあ法をいろいろ言うけれども、基本的には法による支配ということがずっとあってね。で、まあ言ってみれば日本の戦前は明治時代に荻生徂徠が提起したね、当時は儒教に対して法の伝家の思想っていうのはね、基本的には少佐だったんですね。だからこれに対して荻生徂徠が
まあ、再評価してですね、これで、まあ、この起訴の結果は、あの例の47市の中心蔵の時に彼らの切腹を命じたというのは、そういうものがあったわけです。法にも伝わるわけだったとかあったという。で、しかし、基本的にね、なんでやっぱり日本の近代思想、近代で憲法まで導入されてもね、法曹として動かないのかといったら、やっぱりあくまで基本的には日本の政治家や、あの明治以降の日本のね、あの 法の主流派っていうのは、法による支配なんですよ。法自身による支配ということではないんでね。で、こういう問題がやっぱりずっと貫いていて、これは現在の中国もそうです。で、この問題をね、あの考えれば、まあ、法による支配という、法自身の支配というのは一歩前進なんですよ、自由なね。だけどもね、で、日本はその程度のことも実現してこなかった。だけど問題はね、法の支配といった場合は、これはあくまでキリスト教があるわけですよね。キリスト教の定義したものがあるわけです。神の支配といったものが、そこに背後にやっぱりあるわけでね。で、そうじゃないところで、自由を考えるといった問題だと、どうなるのかといった問題を考えてね。おそらく、あのこの問題とヨーロッパでですね、もうちょっと考えてるのは、ネグリっていうのがいるんですけど、公正権力みたいなね、一体その、国民的な、自由や民主主義の権力が実現する、憲法制定権力ですけど、これが実現してね、公益国家で できるんだけども、その出来上がった公正権力っていうのはね、どうもやっぱりこの、なんていうの、それを作った主体のね、国民として主体とはね、どうもやっぱり疎遠な関係になってしまう、対立関係になってしまうんだ、これはどういう問題だと。で、これを昔のマルクス主義だったら、これはブルジャ権力だからだというふうに理解したけどね、そうじゃないんだというね、形でこの問題を解こうとしているのが、まあ、あのネグリの問題があってね。で、僕はここが非常に興味で、ああ、そうか、そう、そういう問題があるなということを考えてる。で、この問題はやっぱり、あの基本的には、ね、自由の問題とやっぱ関わるんだろうなということでですね、また、自由や民主主義の問題を解決するときの一番大きな問題はここにあるんだろうなというふうには思ってはいるんですが、あのそういうふうにね、吉本さんが最後にこだわったのはね、やっぱり柳田国をずっとやってて、アジアにおける自由っていう、日本における自由っていう問題をやっぱり問題にして、ずっと問題にしてるんじゃないかと。で、おそらくね、そこに吉本さん、ある種の可能性といった問題、こうやってね、要するに神の支配といったものを超えた形で、人間の支配の中で自由が成立するっていうね、そういう文化が成立するとしたら、そういうものが可能かといったものを、やっぱり柳田さんの、あの柳田国夫の検討をやってね、ずっと考えてた。で、おそらくその問題は吉野さんの晩年に僕らに残した問題だろうなっていうふうにですね、あの思ってたわけですね。で、まあそんなふうな形でですね、共同原則論をずっと読んでいきました。まあ、あの読んでいきました。で、あの勝手な断片ばっかり喋ってあれですけど、まあいろいろですね、もういっぱいいっぱい吉野さんの本読んで、いろんなことが連想されて、いろんなことがこう広がっていくんですけど、そういう書物をね、あ、でもこれを読むのはやっぱり自分の側の意識というか、自分の側がこれをどう読むかって、自分の問題意識をね、ごまかさないで、ね、ここで妥協しないで、自分に疑問に思ったことや、自分がこれはちょっとちょっと違うなと、自分の感じと違うなとか、自分のね、あれは違うなと思ったことをごまかさずにですね、思考として続けていくという、そういうことをね、あの やることが大事なんじゃないかと。で、おそらく吉本さんはね、あのまあ晩年の僕らにも、あのいろんなことがあったけど、多くの人たちが思考を続けろと、要するに考え続けろといったことをね、で、これがやっぱり大事なんで、で、やっぱり自由っていうのは考え続けることなんだっていうね、この子の問題の中にしかやっぱりあの自由はないんだっていうことをやっぱり提起したんじゃないかと。で、この問題で吉野さん最後に残した自由の問題っていうのは、僕らも現在で考えて、これは自由の問題、民主の問題、政治の問題、いろんなことを考えているわけですが、まあ、その出発点になった共同幻想論っていうのはね、まあ、そんなふうに僕はですね、読んだり、自分勝手な解釈をしてですね、あの使わせてもらったり、使われなかったりですね、これで随分苦労したりしてきたっていうのが実情です。まあ、あの吉本さんの本はね、まあ、ある面で、日本の中ではやっぱりまだなかなかあれですけど、若い世代にね、一度読まれていく、引き継がれていくし、ちゃんと死のある人たちが読まれていくだろうしね。で、まあその意味で僕らが吉本から影響を受けた、僕らが
僕らなりにどう読んできたのかをね、ちゃんと伝えていくということは大事なことだろうと思いますね。まあそんなことを考えます。なんか勝手な話で断片的にすみません。まあでも決まった時に読んでください。